ジャッカスバークの搬送を持つドイツ海軍の演習艇、ニオベ3本マストのジャッカスバーク4本マストのジャッカスバークジャッカスバークとは3本以上のマストを持つ小舟で一般に重版と黄版が半分ずつ貼られている。3本マストの場合はフォアマストはすべて黄版、メインマストはコースセールが重版で、その他は黄版、水ンマストはすべて重版が貼られる。 4本マストの場合は、フォアマストとメインマストはすべて横半、ミズンマストとジガーマストはすべて重半が張られる。19世紀には、この船は A4& アフトスクーナーチェイシング、A ブリックと呼ばれた。4本マストのジャッカスバークでよく知られているのは、1892年にメイン州のバースにあるニュー、イングランドシップビルディング CO の造船所で、 WH ベス単位のために作られたオリンピック号である。オリンピック号はフォアマストとメインマストの両方にトップマストに2枚、トガンマストに1枚の大半を持ち、メインマストにはロイヤルセールとスカイセールを持っていた。ギブズ単位によってホーンミサキ経由でニューヨークまでの渡航がオリンピック号の諸女公開であった。その後何年間も鋼や小山紙を運び、ハワイ、 カリフォルニア州、オーストラリアなどと砂糖の貿易を行った。第一次世界大戦中には材木の取引に利用され、その頃の搬送は4本マストのバーケンティンと同様であった。戦後は小船の需要は失われ、30年間使われることはなく、橋系と用途を変えた。5本マストのジャッカスバークは今まで建造されることはなかったが、もし建造されるならば、 フォアマストとメインマストは全てが黄斑、ミズンマストは黄斑と重半が半分ずつ、ジナーマストとスパンカーマストは全て黄斑を持つと推測される。ありがとうございます。